オイテンハーヘは南アフリカ共和国の東ケープ州にある町。英語では同じスペルでユイテンヘグと発音される。ポートエリザベス郊外にあたり、フォルクスワーゲンがアフリカ大陸最大規模の自動車工場を置く。2021年2月23日、南アフリカ政府はオイテンハーヘからカリエガへの解消を発表した。これについて、 ネルソン・マンデラベート主権政府は解消決定までの過程に問題があるとして多部門の委員会を設立し南アフリカ政府へ抗議する動きを見せている。地区の行政官ヤーコップ・フィレンコイラーによって1804年4月25日に建設されケープ植民地総督ヤンウィレムヤンセンスが行政長官のヤーコップ・アブラハム・オイテンハーヘデミストにちなみ命名した。オイテンハーヘは グラーフライネ地区の一部を成した。ケープ植民地は1872年に責任内閣制を宣言し、自治を手に入れた。1875年、当時のジョン・チャールズ・モルテイの内閣によって、オイテンハーヘとポートエリザベスや内陸部を結ぶ鉄道の建設が始まった。その2年後の1877年、オイテンハーヘは市政施行した。以後100年近く、 オイテンハーヘはアパルトヘイト抵抗運動の中心地となった。1985年には、壮烈の群衆が警官隊と衝突し、多くの死傷者を出すアパルトヘイト市場は名高い、事件が発生した。2001年にポートエリザベス及びデスパッチの各種と合併し、ネルソン・マンデラベが誕生した。フォルクスワーゲンやグッドイヤーが工場を構える。 フォルクスワーゲンの工場に隣接するアレクサンダー工業団地では、そこに納入する自動車部品が生産される。ありがとうございます。